IZONE 初の完全体でライブ配信に登場。みんな揃って挨拶、感慨深い、動画あり、写真イコール IZONE 公式、V ライブ、チャンネル。画面キャプチャー、プロデュース48から誕生したガールズグループ IZONE、IZONE が、ついに全員揃ってファンに挨拶をした。IZONE は昨日、リオカ、ネイバーのライブ配信アプリ、V ライブ、公式チャンネルを、通して、初めてみんな集まって挨拶することになり、感慨深いです、と近況を知らせた。この日 IZONE は、IZONE が誕生してからもう1週間が経った、と話した。また、その間、日本にも行ってきて、美味しいものを食べてしっかり休んだ、メンバーと集まってたく。3話して、団結する時間も過ごした、本当に本当に会いたかった、など、嬉しそうに話を続けた。続いて IZONE は、ファンの反応をリアルタイムでモニタリングし、終始不思議そうに、うわぁ、と、感嘆を連発したり、放送の間ずっとはつらつとした姿でファンと交流する親しみやすさを見せた。特に、IZONE の正式デビューを待っているファンのために、即席でメンバー別、キャプチャータイム、大儲け、多彩なファンサービスをして視線を引きつけた。最後に IZONE は、ファンの皆さんと短いながらも交流できて、楽しい時間だった。これからもっと練習を頑張って、良い姿を見せられるようにします、と挨拶した。IZONE は、Mnet、プロデュース48を通して誕生した日韓合同プロジェクトガールズグループだ。チャンウォニョン、スターシップ、宮脇さくら、HKT48、チョユリ、ストーンミュージック、チェエナ、ユエファ、アンユジン、スターシップ、ヤブキナコ、HKT48、ゴ、ウンビ、ウーリム、カン、エウォン、8D、ホンダヒトミ、AKB48、キムチェウォン、ウーリム、キムミンジュ、アーバンワークス、イチェヨン、WM、で構成された。IZONE は来月のデビューを目指し、準備により拍車をかける予定だ。プロデュース48から誕生した IZONE、結成後初の集合写真を公開。個性あふれるポーズでファンに会い、撮、プロデュース48から誕生した IZONE 公式 Twitter&Instagram がオープン。